こんばんは、4月3日土曜日の夜でございます。平山茂と申します。現在時刻は19時を回っております。今仕事終わりまして家に向かって帰っております。暗い、真っ暗だ。本日もお仕事だった方お疲れ様です。明日お休みという方、もう寝まくりましょう。明日は天気悪いみたいなんでね、もう寝ましょう。僕はもう完全に明日は寝ます。もう明日は一歩も外出ないつもりで、ちょっと帰り道にいっぱいポテチを買い込みたいと思います。ちょっといいお話ではないんですが、明日明後日とかですね、この週末もしかしたらですけれども、地震なんか起きるんじゃないかという気がしております。まあ、地震に限らず何か起きるんじゃないかとちょっと私不安に思っております。何もないことを願いますけれども、万が一何か起きた時にはしっかり対処できるように心構えしといてください。何もないことを祈りますが、さあ4月も始まってね、もう3日ですか。明日4月4日、せっかくね花見しようと思ってたのに雨じゃないかというね人もたくさんいると思いますけれども、まあ、雨の中ね、こう雨に濡れながらやるっていうのもありなのかもしれませんね。土砂降りの中花見をするっていうのもちょっと面白いんじゃないかなと思いますけれども、風だけひかないようにねしていただいて、今日はですね、もう本当に朝からハードスケジュールすぎまして、全然動画を回す気になれませんでした。すいません。なので今日はもうこのような形で真っ暗ですが、今日は終了したいと思います。本当にお疲れ様でした。今日はしっかりたくさん寝て、また明日元気な顔で皆さんの前に現れたいと思います。それではまた明日会いましょう。お相手は平山茂でございました。それではおやすみなさい。また明日。